アハーピース。お久しぶりです。かぼちゃです。はい。というわけで今回はね、8月10日になんですけど、かぼちゃんついに念願のテニスの王子様サードシーズンですね、見に行けることができました。私がいたのは夜の部ですね。でね、前説の方が乾くんで、ミュージカル始まったわけなんですけども、とにかくね、私の一番の推しね、真田圭一郎がね、もう三次元にやってきたんだなって思って、もうすっごい興奮しましたね。なんかね、真田圭一郎ねやってるもうルッチが、ルッチあたずるくないですね、ルッチがね、もうね、原作の方も読んでてくれたり、アニメも見てくれてるみたいで、喋り方とかね、真田の癖をね、特徴をね、捉えてるのがすごいなと思いました。でね、もうね、メイクの仕方でね、もうね、イケメン度がさらに増してるんですよ。もうやばかったです。で、もうもちろんね、やっぱミュージカル見てね、真田圭一郎がおしゃれだなと思って、こんな感じでね、今回のブロマイドね、あ、これは見せられないね、買ったんですけど、これはね、これはね、稽古のね、稽古の中でのオフショットの1枚なのでね、これはぜひ皆さん会場でね、買ってね、直接見ていただけたらいいなと思います。ボーですっげーかっこいいんですよ、これ。稽古中も真田っぽいんですよね。じゃあ、私かぼちゃんのね、この買った写真の中での一番のお気に入りは、この制服の真田圭一郎くんです。もうね、帽子かぶってないのに風格がすごいですね。とまあね、デビュー行った感想はね、これぐらいとして、今回なんですけど、まあ皆さんにお土産がね、買えなかったんですよ、実は。本当申し訳ない。買えなかった理由がね、お金がなかったっていうのが一番の原因なんですけど、ね、多分所持金2000円ぐらいで見に行ったのかな、前もってチケット持ってたので。でね、もうね、帰りの電車賃ギリギリで皆様にお土産が買えなかったことを反省しております。でも何かしらテニスの王子様ミュージカルの素晴らしさというか、もう胸熱な感じをみんなに伝えたい、何かあげるものはないか考えた結果これです。というわけで今回のプレゼント企画です。はい、こちらね、ミュージカルテニスの王子様サードシーズンのフライヤー、こちらにが1、2、3枚あります。こちらをね、3名の方にね、1枚ずつねプレゼントしたいと思います。まあ、いるのかな、欲しいなって方は送ってください。こちらなんですけど、なんとね、裏の面にですね、抽選できる、ライブビューイングが抽選で見れるというね、応募券がついていますね。応募券っていうか、なんていうの、あれです。サイトへの抽選販売の出、噛みました！へい！とにかく欲しいなと思った方、ぜひ送ってください。で、この中でさらに、1名なんですけど、当たった方ね、今までの歴代のね、好きなテレビ俳優さんのイラストをね、描いてね、それをプレゼントしたいなと思います。なのでね、これ欲しいよって方はね、これが欲しいのと、その好きな俳優さんに対するラブコールを書いてコメント欄にお書きください。もう私何言ってるんだろう。
はい、というわけで今回のグダグダプレゼント応募企画はこちらテニスの王子様サードシーズンのフライヤーを抽選で3名の方にプレゼントです。そのうち3名のうち1名だけですね、カボちゃんがね本気で書いたテニミュー出身とかもうテニミ俳優さんの、その俳優さんの方の似顔絵をね添えてねプレゼントしたいと思います。もう一度言います。応募方法はチャンネル登録はいりません。そこの動画のコメント欄にこの好きなテニミ俳優さんへのラブコールを書いてカボちゃんのことをキュンとさせた人の勝ちです。その人に送ります。なのでね、ツイッターだけ、ツイッターの DM 機能だけ使えるようにしといてください。当選した人はね、カボちゃんがね、もう当選発表したらカボちゃんのツイッターフォローやってでね、そのフォローやった人をね私がフォローやって DM 送ります。ただそれだけです。以上、グダグダ。